クーニンズは今週末、2021年最も重要な一戦が控えております。東京都春季軟式野球大会、春の都大会。この大会勝ち上がれば天皇杯に出場できます。天皇杯とは、正式には天皇賜杯全日本軟式野球大会エネオストーナメント。これが国内軟式野球最高峰の舞台なんです。この天皇杯に春の都大会ベスト4以上で、東京都代表としてクラブチーム史上初の天皇杯に出ることができるんです。軟式野球を知らない皆さんのために説明しますと、軟式野球の大会は主に2つあります。1つは軟式野球連盟主催の大会、この中に天皇杯があり、片や軟式野球連盟が主催ではない大会をオープン大会と言います。ここにはクーニンズがよく参加している大会もたくさん含まれます。軟式野球最大のオープン大会といえば MLB ドリームカップ。クーニンズは2018年に全国ベスト4となりましたが、天皇杯の全国大会はさらにレベルが高く、スケジュールも過密なんです。天皇杯の一つレベルを下げた全国大会、高松宮一部全国大会に出場したことのあるクーニンズ。こちらは連盟主催の全国大会で、なんと3日間で最大5試合が行われました。クーニンズは準決勝で敗れたため、3日で4試合を戦うなど、野手投手ともにスタミナ不足を痛感しました。連盟主催の大会とオープン大会、それぞれチームのレベル感はこのようになってます。最高レベルピラミッドの頂点には天皇杯が、その下には国体、高松宮一部全国大会などが続き、高松宮一部全国大会とほぼ同じ位置にはオープン大会の MLB ドリームカップなどが来ます。このように天皇杯の全国大会は、クーニンズがこれまで対戦したことのないようなとてつもないチームが全国制覇をかけひしめき合っているのであります。この天皇杯に出るため、そして勝つため、クーニンズはチーム作り、チーム強化を行っております。そしてこの日の対戦相手は、国体には4度出場、天皇杯全国大会には9度出場の超強豪企業チーム、群馬県の太田市役所野球部さんとの対決。このチームの監督は軟式野球のレジェンド、43歳関大輔さん。関さんは未だ最速138キロ、投手捕手そして監督をこなす三刀流プレイヤーです。関さんはキャリア的には公式はあるんですか？国士舘から一回河合学期に社会人野球行ったんです、はい、都市対抗優勝したんですけど9分になってしまったんです。でそこから西濃運輸に移籍して、で太田市役所軟式を始めたんです。だから27、8までは社会人野球で公式やってました。公式から軟式に転向した時はどんな心境だったんですか？はい、もうはっきり言って舐めてましたね。で軟式なんか余裕だっていう感じでやってたんですけど、まあ、いざやってみたらレベルが高くてボールも潰れちゃうし、まあ、全然初めは活躍できなかったんですけども、まあ、その中でいろいろ強いチームとやったり、全国出られるようになってくると、やっぱりどんどんこう上を目指したくなってくるんで、そういったところで自分の知識も技術も、上がってきたんですかね。年取ってもどんどん技術は上がるんじゃねえかなと思って、まあ、現役は続けている状況ですね。はい、43歳でバリバリ活躍されている関さんの姿を見るとめちゃめちゃ勇気もらいます。あと6年もできるのかっていう喜びですね。天皇杯っていうものが軟式野球では最高レベルの大会じゃないですか。はい、オープン大会を圧倒するレベルの高い大会、それに出場されてる太田市役所の軟式野球のレジェンド関さんですね。天皇杯の魅力っていうのはちょっと語っていただきたいと思って今カメラを回してるんですけど。あ、そういうことなんですか。天皇杯の全国は、まあ、データ見れば分かると思うんですけど、ほとんどが1点差ゲーム、1-0、2-1、2-0 とか、まあ、そんなゲームが続くので、とにかく、まあ、絶対エラーはないですね。全国絶対エラーないです。絶対エラーないです。どういうピッチャーが相手になってくるんですか？ほぼフォアボールも出さないピッチャーがいる。150とかザラで。150がザラなんですか？まあ、結構います、ね。145以上は普通に各チーム1人はいるのが上手で、各チーム2枚、3枚はちゃんとピッチャーが揃ってるんですね。まあ、とにかくレベルが高くて、エラーなし、フォアボールもなし、1点差のゲーム。だからその1点をいかに取るかという試合をやっておかないと、多分勝ちきれないと思うんですよね。でもまあ最近、
こう振ってくるチームが出てきて、はい、まあ、打つチームも出てきたんだけども、結局は1対0なんですよね。で、まあ、僕らクーリンズはですね、まだその天皇杯に出たことなくてですね、今回その東京開催で、はい、土壌枠が多いので、かなりチャンスと言われてる中、はい、勝手にプレッシャーも感じてまして7枠ですよ。7枠なんですよ。で、3枠はもう決まってるので、はい、残り4枠を取りに行くっていうので、ベスト4以上なら、まあ、順当にいけば出れるんじゃないかっていうことで、3勝しないといけないところで、はい、何かこう、アドバイス的なものがございましたら、まあ、とにかくピッチャーがフォアボール出さない、単打で抑える、失点をしないっていうところを一番に考えてやるべきだと思います。まあでも取られたらしょうがないんで、そこは返すしかないですけど、取られない野球をやるのがベストだと思います。軟式野球は特にフォアボールなし、エラーなしっていうのが鉄則だと思うんですよね。太田市役所さんとの練習試合は別の動画でしっかりと配信します。そして今回クーニンズが東京都春季軟式野球大会1回戦戦う相手は台東区代表ゴリラクリニックベースボール。ゴリラクリニックには元クーニンズの矢内がいる。ゴリラクリニックさんとは昨年もクーニンズは2度ほど対戦しました。クーニンズ戦でも投げてきた矢内、昨年12月は最速146キロでしたが、先日の都大会1回戦150キロ近いスピードボールを投げておりました。昨年末よりもさらに進化した矢内、そんな矢内と全国をかけ熾烈な戦いを繰り広げそうだ。ということでクーニンズは都大会の1回戦ゴリラクリニックさんと対決します。3回勝てば軟式最高峰の全国大会天皇杯出場を決めることができますが、初戦にして天敵ゴリラクリニックです。ゴリラクリニックさんとはですね、これまで練習試合2回やってるんですけども、両方とも負けてますし、おそらくですね先発も矢内かと思います。でそんな矢内からですね、昨日電話来たんですよ。クニさん、ゴリラクリニックの取材どうですか。どういうことや、今週試合やぞって言ったらですね、対決前の煽り動画とかいかがですかみたいな感じでね電話してくるんですよ。めちゃくちゃ楽しんでる。自分とかは今からちょっと緊張して悩んでるんですよ。監督専任で采配集中した方がいいのかどうかとかね、めちゃくちゃ悩んでるんですけど、あいつは楽しんでますね。でなんかね、ゴリラクリニックさんね、今度ね新ユニフォームのなんかお披露目会というかスチール撮影があるみたいなんですよ。もうこうなったらですね、矢内から話が来たっていうことで、あえて潜入してやろうかと思って、うまいことを矢内を利用してゴリラクリニックさんの室内練習場に潜入して偵察をしたいと思います。一応監督さんとか会長さんには許可取ったみたいですけども、もしですねゴリラクリニックさんの、ね、メンバーに何か言われたらですね、いや取材ですかってね言ってやろうと思います。取材という名のですね偵察を大胆にしてやろうと思います。ということで軟式最大の舞台天皇杯出場をかけ矢内との決戦、お楽しみに。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。